はい、どうも、キュンです。ちょっと、あ、運営さんがメンテ長いということでね、皆さんログインできなくて困ってると思うんですけど、ちょっとネットで見たんですけど、なんかね、メンテ中のアプリでも、なんか入ることができる方法があって、ただこれやるとなんかバグる可能性もあるから、真似しないでくださいっは書いてあったんですけど、今日やってみますね。なんかこの正面に映ってるキャラの、なんかトレンドマークを撫でると、あのー、いけるらしくて、で、なんかその隠しコマンド的なのがあるんだと、これに。ね、で、なんかそれ打つことによって、 あないなんやろメンテ中でもこう中を覗けるその運営さんがよくやるらしいんだけど、こうテス、テストというか、どうな、ちゃんと正常に動いとるかなっていうのを見れるなんか隠しコマンドがあるらしくて、ちょっとそれをね、探っていきますね。今ちょっとダメだったんで、なんやろうな。帽子だけじゃなくて、ちょっとルフィのこのなんか竜王の手とか、ロジャーのこの刀とかちょっと触ってみるか。どうダメか。あ、待って、正面ってあれやんな。おでんぼおるやんこれ。 おでんも行こうか。よしよしよしこれや、これこれ。トレンドマーク、あや帽子撫でる。えー、帽子撫でる。で、おでんのトレンドマークなんや、このキノコみたいな。アホみたいな頭が、これ。あ、これ。お、なんかちょっと画面が、画面来たんちゃうこれ。ね、いけそうやったな今の。え何やろあ、ちょっと待って。おでんの刀も撫でみるこれ。あいけるんじゃない？えー、帽子、えー、麦わら棒、で、おでんの、え、くそみたいな頭に刀で、いけるんちゃういけるんちゃう,いけ,るちゃういけんのか。 ちょっとめっちゃ早くやってみる次。めっちゃ早くやってみる。いけるいけるいける。はい。えー、ロジャーの帽子。ルビーの帽子。で、おでんの頭と片ビ